会の皆さんは滋賀県長浜市からお越しいただきました。運動鉄砲は北海道を通じた戦闘隊を和田市の時代に生産が始まり、織田信長が豊臣秀吉、岸田三成によって起こされ、徳川家康により大阪夏の陣への勇気の開場セレモニーによって日本最大級の鉄砲生産地となりました。運動村の開始には73年に上る家臣と500人の職人がいたと言われております。他もできてる人に落ち着いてや遅れてる一番こっちからしたら公園で来てる何してんの何やってんの大変大きな音が鳴りますので、大きな音が苦手な方は耳を塞ぐなど十分お気をつけください。じゃあちょっと落とすか。はい、まもなく大きな音がします。一番端っこの方心配やわ。できるかじゃあ。
よし。